辰巳ミ丘駅は愛知県知多市にある名古屋鉄道交和線の駅。駅番号は KC05。何かが使用できる。名鉄の団地造成に連動して開業した駅であり、開業当初から急行停車駅であった。駅名の元となった団地名辰巳がガは造成された団地が名古屋市から見て辰巳の方角に位置したことに由来する。 八両編成対応の相対式2面2線ホームを有する地上駅。名古屋方面の方が若干短い。東西双方に駅舎があるが、東側の駅舎は無人になっている。互いのホームは、校内踏切で連絡している。校内踏切のすぐ脇にトイレがあるほか、多目的トイレもある。辰巳の字は、旧字体である、が公式の表記であり、 ジス C6226 から1978の字代である。人名用漢字の字代とは異なる。同様の例として、大阪メトロ千日前線の北辰美、南辰美両駅がある。新中駅の、名都氷炭山駅の、炭も以前は78ジスの字代であったが、2005年1月29日に、現在のほとんどのコンピュータや、 携帯電話等で使用できる JISX02081997 の字体に変更された。しかし、辰見が丘駅の辰見は変更されなかった。ただし名鉄のホームページや切符では辰見が丘表記となっている。この件については、旧字体と新字体両方の表記で有効ですという案内がされるようになった。 辰巳ミガ駅前バス停辰巳ミガ駅西バス停、千田市、阿久イ町、東浦町の境界付近という立地条件から、隣接する両町からの利用者も少なくない。千田の統計、移動等円滑化取り組み報告書によると、近年の1日平均上高人員は、下表の通りである。ただし、ホーム南側は、阿久イ町にまたがっている。名古屋鉄道株式会社、 この駅この町沿線散歩、名鉄百駅名古屋鉄道広報宣伝部、1986年、153ページ。紅和線辰見川駅,駅駅社会良に着工、交通新聞交通新聞社、一面。清水氏名古屋鉄道各駅停車用泉社、2016年、139ページ。 ISBN 978から4から800308009名鉄辰美顔回駅改良工事完成26日に発車式交通新聞交通新聞社1996年4月24日3面名古屋鉄道ニューススコープ例名第694号名古屋鉄道2006年8月13ページ AB 辰巳が丘路線一覧、名古屋鉄道、2021年10月3日閲覧。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折込み、名古屋鉄道廃線略図名鉄120年史、編参委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道。 2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道。1994年、651から653ページ。地田の統計地田市、移動等円滑化取り組み計画書、報告書名古屋鉄道。ありがとうございます。